こんばんは。流行り神2、警視庁怪事件ファイル、続きをやっていきたいと思います。どうやらこの札が下がっている間は、どれだけ呼んでも無駄なようだ。元よりしつこくこだわる理由もないと、僕は改めてティーラウンジへと急ぐことにした。遠くで例の調子外れな音楽が流れている。昼間2時間おきに流れるのを何度か聞いたが、僕は未だにこの音に慣れない。生理的に受け付けない、何とも耳障りな音だ。通りかかったホテルマンに聞くと、思った通り時報だという答えが返ってきた。機械の調子が悪く、このような歪んだ音になってしまったということも。だったら早く直せば良さそうなものだが、毎日聞いていれば違和感もなくなって修理の必然性も薄れてしまうのかもしれない。台風が進路を変えて急接近しているとかで、エントランスと屋外を仕切る大きなガラス扉には大粒の雨が次々とぶつかっては散っていく。ホテルで起きた事件に気を取られて、ろくに天気予報も見ていないが、台風はいつ頃過ぎていくのだろうか。止むことなくガラスの上を流れていく雨粒を眺め、その音に耳を傾けていると、自分がこのホテルに閉じ込められているような錯覚に陥ってしまう。鴨泉警部補と小暮さんが待つティーラウンジにも、クラシック音楽だけが虚しく流れていた。遅かったじゃない、風見くん。すみません。また間宮さんに丸め込まれて余計な約束なんてしてないでしょうね。とんでもない。条件反射のように嘘をついたが、警部補相手には無駄なことだっただろうか。しばらく疑わしげな眼差しで僕を凝視していた鴨泉警部補だったが、大して興味もなかったのか、ため息をついて一人掛けのソファに寄りかかった。まあいいわ、これ大野原くんから届けられた資料よ。まずは確認してちょうだい。自分たちは先に読ませていただいたであります。わかりました。読み終えるまでちょっと待っててください。鴨泉警部補がキリマンジャロ、小暮さんがいちごミルクを注文する声を聞きながら、僕は手渡された資料に目を通した。そこには今までに起きた4件の事件のことが記されている。最初の事件は今より4ヶ月ほど前。以降ほぼ1ヶ月に1回ほどのペースで起きている。資料にはいくつかの項目が記されている。さて、どれから読もう。被害者についてを読んでみよう。事件の経緯を読んでみよう。室内の状況についてを読んでみよう。ちょっとさっきね、やったんですけど、犬が吠えちゃったもんで、やり直してます。事件の経緯を読んでみよう。どのケースも発見時の状況は似ている。夜中、あるいは明け方、医務室に男の声で内線電話がかかってきているのだ。それを受けたのは、七原医師の時もあれば、福井看護師の時もある。電話の内容は、微妙に異なる。人と部屋で飲んでいたはずが、なぜかバスルームのバスタブに入れられている。体は氷漬けにされていて、それにひどく腹が痛む。血が出ているようだ。この最初のケースのように、詳しく状況を伝えたものもあれば、すぐ来てくれだけの場合もあった。いずれも冷静な声だったという。七原医師もしくは福井看護師は、フロントに連絡した後、すぐに部屋に急行。扉には鍵がかかっていたので、駆けつけたホテルマンがマスターキーで開けて入った。チェーンキーはしてなかった。被害者はいずれも氷が詰まったバスタブに全裸で浸かり、意識を失っていた、もしくは苦しんでいた。腹部もしくは胸部には真新しい手術痕があり、すぐに搬送された青山医院で診断したところ、臓器が切除されていたことも共通している。切除された臓器は左の腎臓、肝臓の一部、右の肺、胃だ。どの被害者も近くの島の大きな病院に転院させたが、現在も重体が続いており、詳しい事情を被害者の口から聞けてはいない。被害者についてを読んでみよう。室内の状況についてを読んでみよう。被害者については読んでみよう。多分これ全部読めるんだと思う。最初の被害者は
も原義和という30代の男性客だ。なんかね、画像が荒くて字が潰れててよく見えないんだけど、も原義和という30代の男性客だ。この島に単身、重機の営業で来ていて、3泊することになっていた。事件は2泊目の明け方に起きている。2番目は40代の男性客で、連れはいない。名前は豊島達志と言い、島に住む知り合いを訪ねてきたところ、3泊目の最後の晩に被害に遭った。3番目も30代の男性客。名前は笠井雅人。3泊する予定だったが、その最初の晩に被害に遭った。全国各地を一人旅して回るのが好きな旅行ジャーナリストだという。そして4番目は20代の男性客である阿毛治。マリンスポーツの行楽客だが、連れはいなかった。長期バカンスで6泊したいという話だったが、その4泊目の明け方に事件が起きた。室内の状況についてを読んでみよう。室内に争った形跡はなく、ドアにも無理やりこじ開けられた様子もない。バスタブは大量の氷で埋められていたが、それはごく通常の氷だった。また、どのケースでも洗面台の鏡に何かのマークみたいなものが被害者の血で書かれていた。その写真も添付されていたが、僕が見たのと同じく、炎に包まれたトカゲのような文様に見える。どの被害者もルームサービスを取っており、それが室内に残っていた。品はその時々で異なるのだが、飲みかけのシャンパンにグラス2つ、飲み干したワインにグラス2つ、フルーツ盛りに鶏皿 2枚、ナイフとフォーク2セット、サンドイッチ盛り合わせに鶏皿2枚。グラスや食器の片方には被害者の指紋がついていたが、もう一方からは指紋や唾液、口紅跡などは検出されていない。僕が資料から顔を上げると、ちょうど鴨泉警部補もコーヒーを飲み終わったところだった。鴨泉警部補はこの事件の犯人像をどうお考えですか？そうね。いつもより明るい色のマニキュアが塗られた指先が資料をめくる。犯行手口の鮮やかさから、やはり医療関係者か、そっち方面に深い造詣を持っている人間の犯行と考えるのが妥当でしょうね。異なった臓器を持ち去っているのは、なんだっけこれ。なんとか集荷だったの。なんだっけこれ。収集家じゃなくて、収集家なんだっけ。としての傾向なのか、あるいは何か脅迫観念に駆られてのことか。ホラー映画に出てくるマッドサイエンティストのようでありますな。血生臭い話題ですっかり食欲を失ってしまったのだろう。いちごミルクを視界から追い出すように小暮さんが手で押しのけながらつぶやいた。ある意味ではそうね。だけどマッドといっても完全に狂乱しているわけではない。被害者は全員生きながられているから、極めて冷静、あるいは、陶酔の境地での犯行だったんでしょうね。たとえ相手が昏睡状態になったとしても、人の腹を開いて臓器を取り出し、再び元の状態に戻すというのは当然簡単な作業ではない。高度な医学的知識と技術が求められる作業だ。それはすなわち犯人が高レベルの知識や学歴を持ち、またそれだけの知識を収めるある種の真っ当さを有していることを示している。毎回犯行の現場や手口が同じということから、犯人はこのホテルに他の血のりがある人間か、あるいは変質的に規則やルールを重視するタイプだということもわかるわ。そういう意味ではホテル関係者が一番怪しいということか。あと鏡に書かれた文様なんだけど、風見くん、このことから導き出される犯人像は？いきなり質問が僕に振られた。え、僕が答えるんですか？そうよ、いくら私がプロファイリングの達人だからといって、たまには自分の頭も働かせないと、ますます錆びつく一方よ。警部補はいたずらを仕掛けるように意味ありげな笑みを浮かべ、僕を見ている。
僕にはプロファイリングの技術なんてないけど、少なからず何事件の解明に当たってきた。ここでしっかりと推理力を見せておかないと、それこそ警部補の下僕にされかねない。僕は慎重に口を開いた。そうですね、犯人はオカルトマニアでしょうか。犯人は自己顕示欲の強い人物でしょうか。自己顕示欲の強い人物。その通りよ。現場に共通したマークを残していけば、これが自分の犯行であると必ず知らしめることができる。そして犯行の回数を重ねれば重ねるほど、それは犯人の自己顕示欲を満たしてくれる。犯人はこれが自分の犯行であると大々的に知らしめたかったのよ。どういうことでありますか？自分で自分の首を絞めているようにしか思えないでありますが。自分が警察を上回った知性の持ち主だなんて思い上がった勘違いするのよ、奴らは。ははあ、だから自己顕示欲が強いのでありますね。やっとわかった、と満面の笑みを浮かべた小暮さんに、鴨泉警部補は、から、高上げに合図を打つ。何これ、わかんない。少しは小暮くんもプロファイリングの何たるかが分かってきたようね。おっす、恐縮であります。風見くんの回答も、そうね、60点といったところかしら。詰めが甘いわ。なかなか厳しい採点だ。問題はこの模様だけれど、私の見立てでは、一かけではないかと思う。図案の傾向からしても、犯人はこれを書き残すことに、儀式的な意味も見出しているんでしょうね。つまり犯人は何かしら特定の宗教を信仰している可能性が高いと。風見くんも少しは使えるようになってきたじゃない。そうね、ただ既存の宗教とは限らない。自分の中だけで築き上げた独特な宗教観に導かれている可能性も考えられるわ。どうやら一筋縄では行きそうにありませんね。同感ね。行かれた天才や秀才ほど厄介な相手はないものだわ。風雨が窓を叩く音は次第に大きくなっていく。たった今交わしていた会話のせいだろうか。それはなぜか暗く狭い牢獄から助けを求める狂人の叫び声を連想させた。ちょっといいですかね。ティーラウンジの片隅で額を突き合わせていた僕らは不意に声をかけられた。相席でも申し出てきたのかとも思ったが、ラウンジには僕ら以外に客はいないはずだ。怪訝な顔で振り向いた先には、およそリゾートホテルには不釣り合いな男が立っていた。この校庭の中を歩いていたのだろうか。広い額もよれたシャツも雨でべったりと濡れそぼっている。軽薄さを装った顔は笑顔の形を作っているが、両目は飢えた獣のようなギラつきを宿していた。その姿に警戒心が喚起される。何かご用ですか？そんなところで、私こういうものでして。そう言って男が差し出したのは名刺だった。トートースポーツ編集部、落合慶三。トートースポーツといえば、インパクトだけを売りにした三流スポーツ誌だ。でたらめで思わせぶりなその見出しは、警視庁内でも悪評の的となっている。その噂は鴨泉警部補の耳にも届いていたようで、僕の手の中の名刺を見るなり、汚らわしいものでも見るかのような眼差しを落合さんに向けた。悪評高い三流スポーツ誌がこんなところに何の用かしら。いいえね、ちょっとした事件の後追い取材に来てたんですが、そうしたらもっと面白そうな噂を耳にしましてね。三流スポーツ誌の記者ってのもこれでなかなか大変な仕事でして、スクープの気配には敏感でないとやっていけないんですよね。ニヤニヤと寝ばつくような笑みを浮かべ、落合さんは隣のテーブルから椅子を引き寄せると、無造作に手を挙げてホテルマンを呼んだ。あ、ブルマン一つね。何でしたっけ。ああそうそう、スクープの匂いがね、プンプンとするんですよ、このホテルから。さあ何のことかしら。隠してもわかりますよ、人の口に戸は立てられないってね。おっと、編集部に圧力かけようとしたって無駄ですよ。
これは私個人が興味本位で調べてることですから。そう一息で言っとのけると、コメディ俳優のように両手を上げてみせる。慣れ慣れしくも下世話な態度に、鴨泉警部補は早くも生理的嫌悪感を隠せないようだ。僕へ向けた視線が、早く追い返せと訴えている。僕たちはただの観光客ですよ。そんなこと言われましても。こういったタイプには余計なことは言わないに限る。ちょっとでもつけ入る隙を見せれば、そこからすっぽんのようにしつこく食い下がるのが彼らのやり方だ。だから僕はとぼけることにした。またまた警察の人なんでしょ。いえ、僕たちは。ごまかそうったってそうはいきませんよ。大野原巡査でしたっけ。あの人が警部補って敬礼してたじゃないですか。相手の方が一枚上手だった。軽薄そうによそってはいるが、本当はかなりの切れ者なのかもしれない。いいんですかね。私は特ダネを握ってるんですよ。おたくらが情報をくれれば、そのネタを提供してやってもいい。悪い話じゃないでしょ。そういった取引に応じることはできません。お引き取りください。やれやれ、お堅い刑事さんだね、どうも。特ダネなんて、どうせ僕らに口を開かせるための出まかせだろう。落合さんは、ひょうひょうとした仕草で肩をすくめると、立ち上がって続けた。どのみちこの天気じゃ、あさってのフェリーも知れたもんじゃない。気が変わったら408号室に電話してくださいよ。捜査に行き詰まったらでもいいですけどね。落合さんは注文したコーヒーが運ばれてくるのも待たずに、ティーラウンジから立ち去った。どうするでありますか、警部補殿。あの男、つけて様子を見ますか。放っておきなさい。腹をすかせたただの野良犬よ。鴨泉警部補は置かれたままの名刺を触ろうともしなかった。医務室を訪れると、約束通り七原医師は待っていてくれた。花の香りのする香水を身にまとった彼女は、医務室の椅子に腰掛けていた。昨晩からの疲労が表情に現れているようだ。お話というのは他でもない、このホテルで起きている事件のことなんですけど。申し訳ないような気持ちを押し殺して僕は切り出した。昨夜僕がここに来てすぐ電話が鳴りましたよね。あら、覚えてるんですか？なんとなくですけど。おぼろげながら覚えている。彼女はその電話を受けた後、険しい顔つきになって部屋を出て行ったはずだ。どんな電話だったんですか？それが、男の人の声ですぐに来てくれと。すぐに来てくれ？はい。それだけですか？それだけです。けど、すぐにピンと来て。ちょっと待ってください。それだけで事件だと分かったということでしょうか？はい。今までそういうことが何回かありましたから。私が当直の時、福井さんが当直の時、それは様々なんですが、こういった事件が続いていたので、これはひょっとしてと。それで七原さんはすぐにフロントに連絡すると、電話のあった部屋に急いだのだという。相手が部屋番号を名乗らなくても、電話機のディスプレイに表示されることになっている。ノックをしても返事はありませんでした。お客様の命に関わることですから、二礼枝支配人が鍵を開けまして、そして二人で入ったところ、いつものパターンだ。バスタブで氷漬けになって意識を失っている男性客。その右脇腹に真新しい手術痕。縫合はされていたものの、失血性のショックから意識の低迷が見られたため、すぐに車で青山医院に搬送した。あくまでここはホテルの医務室ですから、応急処置くらいしかできないんです。青山医院の院長、青山医師はこの医務室の責任者でもある。通常は七原さんと福井看護師がここに詰めているが、二人で手に負えない時には青山さんを呼ぶのだという。院長とは言っても青山医院には青山さんしかいない。つまり島には医師は青山さんと七原さんの二人きりということだ。青山医院に運ばれた被害者に対し、すぐに青山さんが再手術を行い、なんとか一命は取り留めた。
ですが、青山委員でも十分ではありませんので、本当なら隣の島にあるもっと大きな病院に移送した方がいいのですが、この天候なのでそれもできません。それで、今日の被害者はどこを摘出されてたんですか？僕が尋ねると、七原さんは顔を曇らせていった。腎臓です。右の。話し終わると七原さんは、これで失礼させていただいてよろしいですか？と言った。当直明けなのに加えて、被害者の処置など疲れているようだ。もう今日は自室に戻って休むというので、僕らは礼を言って医務室を辞した。医務室を出たところで僕の携帯電話が鳴った。はい、もしもし。耳に押し当てた携帯電話からは耳障りなノイズが飛び込んでくる。何しろ小さな孤島の上、外は荒れた天候だ。携帯の電波も不安定なのだろう。というか、電波が届いていることからして驚きなのだが。鴨泉警部補と小暮さんに先に行っててくれと手で示すと、少しでも電波状況のいい場所を探す。しばらく、もしもし、もしもし、と繰り返したところで、ようやく耳慣れた声が聞こえてきた。純也くん？ああ、ひとみさん。珍しいですね。電話をかけてくるなんて。何かありましたか？桐崎くんに連絡を取りたかったんだけど、彼の電話ずっとつながらなくてね。純也くんに伝えてもらおうと思って。ひとみさんは僕が兄さんと一緒であることを知っているようだ。兄さんが話したのだろう。何しろ今、こっちは天気が悪くて、それで兄さんの電話も通じないのかもしれませんね。常世島に行ってるんですって？そうなんですよ。鴨泉警部補と小暮さんも一緒です。みんな帰ってきたら席がなくなってるんじゃないの？いくらなんでもそれはないと思いますけど。大体僕ら全員がクビになってしまったら、編纂室には遠藤警部しか残らない。それでは事実上、編纂室は機能しなくなってしまうから、ひとみさんの心配は、杞憂というものだ。ふとひとみさんにこの島で起きている出来事を話そうかとも思ったが、ここは都心から遠く離れたこと、余計なことを話してもひとみさんに面倒をかけるだけだろうと思い直した。それで兄さんには何て伝えたらいいんですか？そうね、流行り紙を調べてみたらって伝えておいてくれるかしら。流行り紙？聞き慣れない言葉に僕は戸惑った。そういえばわかると思うから。わかりました。伝えておきます。そうそう、私新宿で起きた事件に捕まっちゃってて、なかなか病院に戻れないのよ。もし私に用があるときには、病院にではなくって携帯の方にしてもらえるかしら。ええ、そうします。それからね。え、何ですか？ここでちょっと間が空いた。すぐにひとみさんは何かを言おうとしたが、その前に電話は切れてしまった。リダイヤルしても通じない。しばらく待ったがかけ直してくる気配はないので、僕は諦め、近くにあった内線電話から兄さんの部屋番号をプッシュした。はい。数回のコールの後、兄さんが電話口に出た。ああ、兄さん。なんだ、純也。事件に動きでもあったのか。残念だけどそうじゃないよ。ひとみさんから電話があったんだ。ひとみから？兄さんの電話がつながらなくて、僕の方にかけてきたみたい。うん。電波の状態は最悪だな。で、なんと？流行り紙を調べてみたらって伝えてくれって。流行り紙？なるほどな。兄さんには心当たりがあるみたいだ。確かにそれも手かもしれないな。ねえ兄さん、どういうことなの？ああいや、俺の調査の方の話だ。お前が追ってる事件には関係ないから気にしないでくれ。じゃあな。事件には関係ない。兄さんはそう言った。
しかし実は大いに関係していたことが後になってわかるのだが、それは今の僕には想像もつかないことだった。エレベーターホールで待っていた二人と合流し、1階へと降りるとフロントには谷さんの姿しかなかった。これは宿泊表のことをもう一度頼んでみるチャンスかもしれない。ああ風見様、何でも事件の捜査に加わっておられるとか。刑事さんでいらしたんですね。谷さんは僕らを見るなりにこやかに言った。そうは見えないかもしれませんけど、そうなんです。それから僕は改めて協力を要請した。お客様の宿泊表でございますか。帰ってきたのはさすがに戸惑ったような反応だった。はい、ぜひ見たいんですが。しかしそういったものはたとえお客様のご要望とあってもお見せするわけには。自分たちは警視庁の刑事であります。そこをなんとか。それならば令状でもお持ちいただかないことにはやはり。あくまで営業用のスマイルを保ったまま、谷さんはやんわりと拒絶の言葉を繰り返す。谷さんならばと思ったのだが、ホテルの教育が徹底していたということか。どうしたものかと困り果てていると、大野原巡査が駆け寄ってきた。お疲れ様です、鴨泉警部補。ちょうどよかったわ。敬礼ポーズを決めた大野原さんに、鴨泉警部補がにっこりと満面の笑みを浮かべる。珍しいどころではない。初めて見る鴨泉警部補の満面の笑みというやつだ。怖いであります。小暮さん、それはあんまりですよ。確かに何か目論んでいそうではありますが。という言葉は飲み込み、鴨泉警部補の様子を伺う。極上の笑顔を向けられ、尻尾でも振り出しかねない大野原さんへ、鴨泉警部補は言った。大野原くん、私たち事件の被害者の宿泊表がどうしても見たいのよ。でもほら、今は警察手帳もないし、令状を取ることもできないでしょ。なんとかしてもらえないかしら。宿泊表ですか。さすがにそれは本職の逸存では。それは分かっているわ。無理なお願いをして本当に申し訳ないと思っているんだけど。そこまで言ってから、鴨泉警部補は大野原さんの手を両手でやんわりと握った。あっという間に大野原さんが首まで赤くなる。こんなことお願いできるのはあなたしかいないのよ。はい、お任せくだすわい。効果は適面だった。相も変わらず営業スマイルを浮かべたままの谷さんの腕をつかむと、大野原さんは小声で耳打ちする。というか、小声だと思ってるのは本人だけで、その声は興奮のためか普通の話し声と大した変わりはないのだが。谷君、ここは本職の顔に免じて一つ。しかし、公務執行妨害で豚箱に泊まりたくはないだろ。豚箱って、大野原さんの自宅を兼ねてる駐在所でしょ。得意の焼きそばご馳走してくれるんですか。ん、名刺は出さん、布団も貸さん。だったら夜一緒にゲームを。違うだろうが、遊びに来いと言ってるんじゃないんだ。うちの豚箱は辛いぞ。狭いし汚いし匂うし、すぐ横で寝る本職のいびきもうるさいぞ。遠慮しときます。それなら、な。仕方ありませんね。支配人には黙っておいてくださいよ。もちろんだと思う。なんともむちゃくちゃではあるが、かくして僕らの手には、今日のを含めて5人の被害者の宿泊表が渡された。いつもの鴨泉警部補ならこんなやり方を目にすれば、怒髪点をつく勢いで怒るのだろうが、今は満足げな笑みを浮かべるばかりだ。宿泊表に書かれた被害者たちの住所や氏名は、大野原さんから借りた資料と異なる点はない。事件を隠したがっているホテル側が警察に偽りの証言をしたということはないようだ。
だが僕にはもう一つ確認したいことがあった。それはどの部屋に泊まっていたかということだ。どの客もダブルかツインに泊まっていたようね。ここ見てください。予約はすべてシングルでされてます。それがどの人も途中で部屋を変えてますね。部屋を変えたのは2泊目、3泊目、1泊目、4泊目、そして今回が2泊目。つまりどのケースでも部屋を移ったその日に事件が起きているのだ。このようなことってよくあるんですか？僕は谷さんに尋ねてみた。はい、シングルで予約されても途中でルームチェンジをご希望なさるお客様も珍しくはありません。すると小暮さんも大きくうなずいた。自分もビジネスホテルに泊まるときはダブルを使ったりするであります。どうもシングルルームのベッドは狭くて眠りにくいでありますから。ああ、それはありますね。それに申し上げにくい話なのですが、当ホテルはスイートはもちろんのこと、ダブルやツインの部屋の方がシングルより繊維がいい位置にありまして、なんだっけ、繊維でいいんだっけわかんない。こうした観光地のホテルでは往々にしてあることだ。一人で来る客というのをあまり想定していないのだ。小暮さんが鼻を鳴らしたのは自分たちがあまりいい部屋ではなかったことが分かったからだろう。それにしても被害者の共通点がまた一つ明らかになった。シングルの客がダブルかツインにルームチェンジし、その晩事件が起きている。そしてルームサービスの食器の数と合わせて考えると、考えられることは一つしかない。誰かが一緒に泊まったのではないんですか？泊まったのではないですか？その僕の質問に谷さんはわからないと答えた。どのルームサービスも谷さんが運んだというが、本人が出てきて扉の外で受け取っているため、谷さんは室内には入ってないとのことだ。他の従業員も宿泊客以外の不審者を見かけてないという。そうですか。それでも全てのケースにおいて、宿泊客が誰かを止めようとしていたことが見えてきた。これでますますこの事件は都市伝説そっくりの姿になってきた。誰か、おそらく女性を招き入れた男たち。彼らは翌日、バスタブの中で発見される。一夜の楽しい思い出ではなく、臓器を抜かれた傷口を抱えたまま、まるで自分が物語の中の登場人物になった気分だ。ひょっとしてあの都市伝説は現実の事件なのではないかという気持ちにさえなってくる。そんな僕の横で、鴨泉警部補が鋭い声を投げかけた。あなた、谷さんと言ったわね。はい、そうですが。あなたはすべての被害者と接触している。それは間違いないかしら。尋問するような鴨泉警部補の口調に、谷さんは背筋を伸ばし、神妙な顔でうなずいた。フロントやルームサービスで皆様一度はお目にかかっておりますが、それもまた被害者たちの共通点。何しろご覧の通り、私どものホテルはごくごく限られた従業員でやっておりますので、すべてのスタッフは一度はお客様と接していると思います。このホテルは従業員の数は少ない。見かける顔も常に同じものばかりだ。それをして家族的なサービスと呼ぶが、呼ぶか、貧相な接客と呼ぶかは人それぞれだが。もうよろしいでしょうか。谷さんがあたりを気にしながらおずおずと言った。さて、他に何を聞こう。この島にその手の商売の人はいますか？臓器ブローカーの話を聞いたことはありませんか？この島にその手の商売の人はいますかって、いないって支配人は言ってたんだけどな。でもなんか臓器ブローカーの話なんて、なんか突拍子もないから、この島にその、なんかね、男性なら知ってることもありそうな気がする。さあ、いないと思いますが、知らないんだ。小さな島だ。谷さんがいないと言うのなら、それはそうなのだろう。谷さん？不意にカウンターの奥にあるスタッフルームから若いホテルマンが顔を覗かせた。柿崎様がルームサービスをご希望です。お願いできますか？ああ、わかった。もう行ってもよろしいでしょうか？ええ、構いません。お忙しいところ、ありがとうございました。とんでもございません。
陰銀に一礼をし、谷さんは去っていった。その彼に代わりカウンターに立った若いホテルマンに僕は尋ねてみた。あの、柿崎さんと谷さんってご親戚か何かですか？ずいぶん親しいようでしたが。そうなのだ。僕らがチェックインしてきた時、怒り狂っていた柿崎さんを収めたのも谷さんだった。あの時の会話の様子からして二人はずいぶん親しいようだ。柿崎さんといえばえらく気難しい人物のようだが。いえ、柿崎様は常連のお客様で、谷を気に入っていらっしゃいますので、いつも谷が対応しております。振り返るとちょうど谷さんがティーラウンジの厨房から銀色のワゴンを押してエレベーターホールへ向かうところだった。柿崎さんのお気に入りである谷さんと同行すれば、もしかして事件の話も聞けるのではないか。僕の考えに鴨泉警部補と小暮さんも賛同した。では本職も一緒に。大野原くんは待機しておいてちょうだい。また何かお願い事をするかもしれないから。はうい。光栄であります。大野原さんはそう言って、敬礼ポーズで僕らを見送った。ということで、今回はここまでにしたいと思います。なんかね、都市伝説っていうキーワードが、最後の最終話でここに来て、やっと出てきました。なんか、霊的な、話なのか人の仕業なのかちょっと分からず、ちょっとかなり謎めいてますけど、とっても興味深いです。次回も楽しみたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまた。